大学院統合文化研究科教養学部の清水と申します。本日は会社の寿命を図るというタイトルでお話をさせていただきたいと思います。お疲れだと思いますけど、まあ、最後のコマですのでもう少しお付き合いをいただければと思っております。で自己紹介というのをしてほしいと最初に書いてあったもので少しだけ取材を入れておきました。私はですね、いわゆる教養学部というところにいます。で教養学部にはですね、たくさんの先生方がいらっしゃるのですが、私はその中でも経営学というものを担当しておりまして、経営学と若干統計も教えるという、両方を使って教えるということになっております。で、もともとの専門はですね、今日お話しさせていただく会社の寿命という話でして、最近はそれに少し法律の話なんかもしているんですけれども、で、その、経営学者で、会社の寿命の話をしているというとですね、会った方にはですね、じゃあうちの会社の寿命を伸ばす方法を教えてくださいと言われるんですね。で、すいません、いつも答えます。すいません、それができるんだったら私は経営学者やってませんと答えることにしてるんですけども、もうちょっとですね、美味しい商売というかですね、みんなができるんじゃないかと思いますが、今日はその会社の寿命を伸ばす前の段階になってしまいますけれども、測るということをですね、少し考えてみたいと思っています。で、本日のお題でございます。会社の寿命ですけれども、例えばですね、私たち人間には、寿命というものがあるわけです。で、それはおそらく生物界でできた理由により、大体このぐらいになると、お迎えが近いということになるかと思います。で、機械等の場合ですと、例えば摩耗してしまうだとかですね、機械が古くなってしまうということにより、寿命というのが来るわけです。ところがです。会社というものを考えてみましょう。会社の場合ですと、その人々を入れ替えることができるわけですよね。で、あるいはですね、その仕組みについても変えることができます。そうすると、会社というものに寿命があるのかという話になるわけです。で、そこに書いてありましたが、理論的にはですね、無限に生きることができるのではないかと考えられます。ちなみにベニクラゲという生物があるそうでして、生物学者がですね、昨今研究しているそうなんですけれども、その理由はですね、ある程度成熟すると若返りを起こすんだそうです。おお、すげえと私は思ったんですけども、で理論上無限に生きられると聞いたんですが、こういう例は特殊でして、普通私たち生物はですね、大体寿命というものがあるわけです。で、先ほど申し上げましたように、会社というものであれば、理論上はですけども無限に生きることができそうなのですが、実際に無限に生きられるかというとですね、そう簡単ではないわけです。もちろん、環境、経済環境が変化しますし、その中で会社というのはですね、衰退してしまう、そして場合によっては潰れてしまうということは決して珍しい現象ではありません。という意味において、無限に生きる会社というのはですね、なかなか想像しづらいんですね。もちろんそれに近い会社がないわけではないんです。例えばですね、これは有名な例なんですけれども、金剛組という会社があります。この会社は宮大工さんの会社でして、創業578年だそうです。578年って私調べてたんですよ、聖徳太子が4歳の時だそうです。びっくりしました。本当かでと思われる方いらっしゃるかと思いますが、そういうことになっております。で、もう一つ有名な例はですね、これは旅館でして、石川県にある宝志という旅館があります。この会社は、この旅館はですね、718年創業だそうでして、後で調べてみたら、養老年間。なんか日本史でやりましたよね、養老年間って。そういう時期の創業の会社だそうです。しかしです、先ほど申し上げましたように、多くの会社はですね、なかなかそうずっと長生きするということはできずに、どこかの段階で、消えてしまわないまでも衰えてしまって、少しこう、パワーとしてしまうということがあるわけです。そこでですね、1955年にですね、どんな大企業があったかちょっと述べてみることにしましょう。1955年にですね、自動車というのは実はまだ新しい産業でして、日産は実は大きかったんですけれども、日野自動車が次に来ます。トヨタは日野の方が上です。日産自動車、日野自動車80。トヨタが85円、マツダが、85億円ですか、ですね。
で、電気もですね、古い会社はあるのですけれども、私たちがよく知っているような新しい会社というのは、割合にこう大企業にしてませんで、日立製作所とかですね、東芝、で松下は45位に入っていますが、ソニーも100位に入っておりませんでした。で、この頃じゃあ大企業って何だったかと申しますと、これはご存知の方もいらっしゃる、あるいは多いかと思いますけれども、石炭工業です。石炭産業というのはですね、当時の一大産業、非常に華やかな産業でして、三井鉱山ですとか三菱鉱業、宇部鉱山、北海道観光機関、道東というようなですね、会社が非常に多くございます。これだけ入ってる、130ランキングのこれだけ入ってるんですよ。1、2、3、4、5、6、6社ですか。で、入ってるですね、非常にこう華やかだったんですが、エネルギー革命というやつの影響もありましてですね、徐々にこの100社から、なくなっていきまして、1970年、あるいは82年のランキングを見ますと、残念ながら1社も入ってないということです。ちょっとこう、これが当時の大企業でして、八幡製鉄、富士製鉄、後に合併して新日本製鉄になります。それが日立、東芝、これもちょっと懐かしい名前になりますが、新三菱重工業、これは昔の三菱重工業が分かれたものでして、後に新三菱、三菱造船、三菱日本重工業の3社が合併して、もう一度三菱重工業に入社です。というようにですね、いわゆる重工長大型というべき会社が、このランキングを書いているわけです。で、このうち一部はですね、残念ながら、ランキングから消えてしまうということになります。ちょっとこれもまだ懐かしいかもしれません。今ちょっと、産業遺産とかですね、関係ブームになっておりますけれども、軍艦島という島になります。この島はですね、まさに産業遺産でして、三菱工業の石炭の炭鉱があった島です。で、今すごいこうビルディングがあるのがお分かりいただけると思いますけれども、ですので、この島は素晴らしくこう栄華を誇った島だったわけですね。日本でも最古に近い高層住宅があり、あるいは劇場があり、といったようにですね、非常にこう、良い生活をしてですね、非常にこの、栄えたところだったんですが、今や誰も住んでません。というように、会社の栄光盛衰というものはですね、残念ながら存在するわけです。なかなか永遠に存在し続ける会社というのは多くありません。問題は、その期間がどれくらいかということです。もし、栄光盛衰、そこに栄えている期間がですね、平均的に10年しかないとなったら、これ大変ですよね。だったら多分生活設計困ってしまいます。私がいる東京大学がですね、あと10年でこう潰れてしまうなんてことになりますとですね、私としては妻に怒られかねないわけでして、次の就職見つけてこいよと多分妻から指令がかかることでしょう。で、というようにですね、10年であれば大丈夫ですが、例えばこれ100年となりますと、そんなに心配することはない。とりあえず就職すればですね、安心して生活設計できるということになるわけです。その意味で、このどれくらいの期間栄えているのか、どれくらいの期間会社というのはですね、あり続けるのか、ということが、割と重要な問題になってくるわけです。それを考えることによって、私たちは様々な自分たちの生活もそうですし、仕組みもそうですし、様々なことを考えることができるわけですね。で、そこで会社の寿命を測ってみましょうというのがですね、今日の目論見でして、そこでですね、特にその最初の第1回の佐藤俊樹先生の授業にいらっしゃった方はですね、3点彼が挙げてらっしゃるのを覚えているかと思いますが、そのうちで最初の一つ、集めて測ってみましょう。会社というものをいわば集めることによって、会社の寿命というのは平均的にどれぐらいであるのかということを測ってみるというのが今日の目論見です。ですので、個々の会社の話というよりも、全体として会社というものを見たときに、大体どれくらいの期間の寿命があるのかということを考えてみたいと思います。これでまたですね、今日2回の講義を聞いてらっしゃって、測るということは意外に難しいことであるということをですね、お感じになられた方も多いかと思います。測るというのは意外に大変でして、例えば谷口先生がおっしゃっておられたバイアスの問題ですとか、あるいはですね、測定されるその対象があるのか、その世論というもの、アルゴリズムというものがあるのかというもの、あるいは、本先生がおっしゃっておられた、どういう基準で測るのか、どういう基準で物価って測るのか、ね、あるいは、
測りたいのままにお話になられましたけど、測れるものと測れないものがあるんです。人間の幸福は人類で測れるかという話もあるわけです。で、そのようなことを少し頭に置きながら、実際に会社の寿命を測定するするとどうなるかということをですね、少し皆さんと一緒に考えていきたいというのが、この講義の、目論になります。さて、ではですね、測定をしてみようという話になるわけです。会社の寿命ってですね、どうやって測るのかということです。私、実はこのテーマとはですね、非常に長い付き合いでして、これ、学部4年生の時からずっと考えたものなんですね。学部4年生で会社の寿命を考える学生というのは嫌な学生だなと、後に振り返ると思ったりもするんですけれども、当時の、私の指導教員とお話したときにですね、こういうものが話に興味があると言ったらですね、彼が参考書ですから貸してくれて、卒業論文からこのテーマを使ったんですけれども、最初の問題は実はこれでした。会社の寿命ってそもそも何、あるいはどうやって測るのっていうことだったんですね。で、皆さん普通に考えるとですね、会社の寿命というのは倒産するまでの期間であるというふうに考えられています。ところがですね、この定義一つ問題があります。倒産って実はあまり固まった定義の決まった現象じゃないんですよ。例えばですね、新聞でよく出てくる会社構成法を適用し申請しましたとかですね、認知再生法を申請しましたなんて話をですね、出てくるわけですが、そのうちのどこまでを打って倒産と呼ぶのかというのは実は決まっておりません。倒産というのは法律用語ではないんです。で、そうしますと倒産はちょっと使いにくいねと。倒産でもいいんだけど、倒産そもそもどこまでが倒産かわからないじゃん。これさらにここに書いてございませんが、ちょっと困った現象がありましてですね、会社構成法というのをただ申請いたします。そうすると、構成会社というものになるわけですが、これ法人として死んだわけでは実はないんですね。構成計画というのをやりまして、構成つまり再建が終わりますと普通の会社に戻ります。なのでずっとですね、存在してて存在しているのですというような問題もありまして、その倒産だと意外に扱いづらい。で、じゃあ仕方がないので、せめてこう、先ほどちょっと話していただきましたけども、こう上がり調子になってからですね、落ちてくるまで、これをどこかで測ろうじゃないかということをですね、考えていたわけです。で、実はですね、このようなことを考えたので、非常に一時流行った研究とかですね、本がありまして、会社の寿命という本があります。やはり方にご存知の方は多いのではないかと思うのですけども、この本については。会社の寿命30年説というのをですね、出した本であります。で、これ非常にインパクトがありまして、続会社の寿命、そのもう一つあったんで、4冊ぐらいあったんですね。日経ビジネスさんもこう、素晴らしい企画を出したものだと私は当時非常に感心してた。これは本当に感心してたと思うんですけども、ですが、会社の寿命30年説というのはですね、ある計算に基づいて、主張したものなんですね。で、その計算というのはどういうものであるかというのをですね、これから少しお話しして、で、それについて考えていこうということなんです。で、その会社の寿命ですの、ね、ですね、定義ですが、基本的にはですね、じゃあ、盛りというのを捉えてみましょうという話になっています。で、その盛りを把握するときに、会社の寿命ではですね、この本では、あるデータを利用いたしました。先ほどちょっと出てきましたが、企業の規模で見た100社ランキングというのがあるんですね。この企業の規模、総資産額というものを使いますが、で、見た100社ランキングというものを使ってですね、どれぐらいの期間100社ランキングに入ってられるかということを考えています。例えば、分かりやすい例で言えば、毎年100社ランキングを更新するとしますよね。そうすると、ある会社がですね、大体こう、どんどん大きくなっていきます。で、100社ランキングに入ります。さらに大きくなるかもしれません。さらに大きくなって、だんだん、その他の会社に比べてですね、ちっちゃくなっていくと。なると、どこかの期間で100社が落ちてしまう。この最初に入ったところから落ちるところまでを見てみようというのがですね、ここでのアイデアです。こんな感じになりますね、ちょっと。先ほどもう今申しましたが、会社がですね、これ、総資産がどんどん大きくなって、ランキングを上昇していって、どこかで入ってですね、ヒューといって、落ちてしまった結果として、ランキング外になってしまったら、
ここまでと、ここからここまでの期間を測ってみましょうということになるわけです。で、ところがですね、これ毎年データ取るの大変なんです。実を言いますと、今の時点で言えばデータベースも随分整理されてきましたので、今であればですね、毎年更新もおそらくできるのではないかと思いますが、このデータは実は19世紀から後で1896年からということになっておりまして、このデータをですね、更新するというのは結構大変ですし、それをやるのはですね、やった人いないんですね、特に毎年っていうのは。で、その代わりにということでですね、例えばです、こう考えてみましょう。毎年の方が大変だよね。じゃあ5年ごととか10年ごととかという形で定期的に観測してみましょう。定期的に観測して、その、回数、何回入りましたという、そのランキングに入りました回数かける幅というので、やったらどうなのかというのをですね、大体それで間違いないんじゃないのという話なので、ちょっと次の図を使ってご説明しましょうか。これが間隔ですね、10年間隔としてください。最初ここに入ります。で、ここから入って1、2、3、4。で、4よりちょっと多いんですが、実際には。まあ、4回入って5回目は入るのかとしますと、まあ、ちょっと誤差はありますが、大体40年でいいんじゃないっていう、そういう、ちょっと今時風な表現にしてみましたが、というような感じで、40年ぐらいというふうに考えましょうと。で、これをですね、いろんな会社について測ってみて、それを平均してみれば、大体平均的にどれぐらいの会社が、この100社ランキングに入ってられるか、まあ、言い換えれば、会社の寿命というものがどのくらいであるのか、ということが分かるのではないかと。いうふうに考えたわけです。ということで、100社ランキングに入った回数かける平均期間というようなアイデアで、計算しましょう。で、これをですね、会社の寿命というふうに捉えています。で、この発想はですね、基本的にはこのような発想に立って物事を、計算や進めているんですが、これですね、一つ欠点があります。実はデータの測定間隔がバラバラなんです。これはですね、会社の寿命というものが他のデータを使ったことに実はよるんです。他にですね、ある、先生がですね、何時点か、先生の割と重要な年について創始者の100社ランキング上を作っておられまして、そのランキング表をもとに計算したので、10年間がぴったりになってないんですね、実は。でというような問題が実はあるんですけれども、そのようなデータを使って、それ80年代のデータも少し加えてですね、計算してみたのが、この会社の寿命の計算だったわけです。で、最初1996年から1980年まで10回ランキングを取ります。で、10回ランキングを取りますと、で、各社何回入っているか数えますよね。その平均を取りますと、ランキングに入っている期間は大体 2.5 回です。2.5 ちょっと少ないんですが、2.5 回です。で、ランキングの平均期間はですね、ちょっとここに書いてございますが、区間9個ありますので、1980年から1896を引いて9であります。そうすると 9.6 年。およそ10年ということになるわけです。ということで、企業が、これは本部ですが、企業が繁栄を極め、優良企業を維持できる期間というものは平均的に見て 2.5 回だと。で、1期10年単位としてせいぜい30年足りませんと。というのが会社の寿命30年説というものの、根拠になっているわけです。正確に言いますともうちょっと短くてですね、ここに書いてありますが、ちょっとそこ書いてあるとか、計算の説明だけ言いますと、ランキングのですね、平均回数は 2.5 で少し少ないんです。で、かつ少し10年短いので 23.1 年なんですね、本当は。これは会社の寿命23年説というべきではないかと思わなくもないんですけれども、さすがにちょっとそれは細かすぎますので、30年経つということになるわけです。問題はありません。問題はですね、この計算が本当にこれでいいのかということになります。計算の過程の話をですね、ずっとしてると、いささか飽きがあるんですけども、少し計算の過程の話はもう省略いたします。今、よいしょ。で、これは私が、研究したものなんですけど、いくつかこれは実は問題があります。例えばですね、最後、1982年以降に
伸びてきた会社というのはですね、1回しか販売されないんですね。1982年以降もちゃんと取ってくれないと、本当はその、カウントが間違ってしまうんですけども、1回だけしか販売されませんとか、期間が先ほど申しましたがバラバラですよとか、いくつか問題があります。で、これをですね、まあ、補正してみようということをですね、やってみました。よいしょ。で、宣伝面で恐縮なのですが、もしご興味ある方はですね、私の著書を買っていただけますと、そこに書いてございます。これ、本間先生ではございませんが、説明すると1時間ぐらいかかるんでね、ちょっと用意しちゃう、説明も一応。ですが、なので、買っていただけますと、私のところに多分、そうですね、いくらかの印税が入るのではないかと思うのです。なんかそれは本当に冗談みたいな話です。で、これその使ってきた図表なのですが、これを見ますと、これまあ、ちょっといくつか計算をしております。計算の中身はですね、あまり重要ではございません。結論だけいきましょう。いろんな補正をかけますとですね、この全期間の平均年数はもうちょっと長いことになります。およそ36年というのがですね、私の計算の結果です。で、これ会社の寿命はほとんど 23.1 年というわけですが、私が計算してみるともうちょっと長いよねということになりまして、36.2 年ということになります。で、30年というのはですね、ちょっとこう短すぎないというのが私が考えていたことです。特に戦後だけ見ますと、戦後だけでもう一回同じようなやり方を計算してみるとですね、およそ60年なんです。30年ではなくて60年と随分違いがありますよね。でも考えてみてください。皆さんが例えば会社に入られたとします、まあ、二十何歳で、ね、入られたとします。あるいは、まあ、十何歳で入られた方もいらっしゃるでしょう。20歳前後で会社に入ります。そこから30年というとですね、まだ50代なわけです。で、皆さんが非常に幸運にもですね、その高利に入った時期に入ったとして、入社されたとして、皆さんが定年退社される前にはですね、盛りの時期が過ぎてしまうというのが会社の寿命30年説のですね、一つのインプリケーション、一つの示唆になっていまして、さすがにそれはないだろうというふうに思うわけです。特に戦後の日本企業を考えてみますと、実際にはですね、それであそうだけじゃなくてですよ、20歳前後で、はい、入社して60、最近ですと65、60歳ぐらいまでですね、その会社にいるという、そのいわゆる終身雇用の回収そのものが成り立ったなと思ってしまいます。なので30年というのはですね、ある種の感覚に、ね、合っているそうでして、まあ、ビジネスがですね、一つのビジネスが何かその、まあ、盛りを迎えるのは30年ぐらいじゃないかという、そういう経験則はあるようなんですが、会社の寿命はですね、必ずしもそうではなくて、まあ、この見方であっても60年ぐらいはあるんじゃないかという話が、出てくるわけです。で、ここまでですね、一つの話なんですけど、実を言いますと、そもそもこの測定法っていい測定法なんですかねと、まだ測定の話が続いております。で、測るのは結構面倒くさいというのが先ほど以来の話なんですが、これ本当にこの測り方でいいんでしょうかということなんです。そもそもなんで100社なんでしょうね。100社ってすごいといえばすごいんですが、100社ではなくてもいいわけです。日本にですね、企業ってたくさんあります。例えば、とある統計、国税庁の統計をひっくり返してみますとですね、日本に現在ある会社というのは、今ちょっとつかなくてですね、180万社前後だったかと記憶しています。まあ、ちょっと統計によってですね、グレーバーがありますので、まあ、150万から200万ぐらいだと思っておいてください。150万から200万社ある中のたった100社の完成ですよ。それでですね、まあ、その測定するのはいかがなものかという気もするわけです。で、100社、なぜ200社じゃない、500社じゃない、100社じゃないか。で、あるいは総資産で測るって、下にありました。何なんでしょうね。総資産というのはですね、使っているお金、使っている設備に投資した額の総額です。まあ、ちょっと大雑把な説明ですけども。それに、まあ、いろんなものが加わりますが、そう考えますと、基本的には、いわゆる重工、長大な産業の方に、が出てきやすいですね。逆に、まあ、今時のですね、IT だとか、というのは比較的出にくいわけです。そうしますと、総資産というのを使うことに本当に意味があるのかということも考えているわけです。で、もっと困るのはですね、この前、ちょっともう一回計算したんだけど、面白かったんだけど、
1896年の段階でですね、会社って何個あったと思います？書いてあった、まあ、書いてあったんですが、約5000以下、5000より少ないんです。ある統計によると4500いくつですね、4596社ですか。まあ、補足できてない部分もあったとしても、1万社に絶対いきますよ。ところが、あ、すいません、間違ってましたね、先ほど。別なんと、国税庁の統計は2259円になってますから、250万以上です。先ほどはちょっと別の統計をイメージしてしまいました。失礼いたしました。国税庁は今250万になってます。そうするとですね、ざっと500倍以上です。で、ちょっと、時間がいいのですが、ちょっとお見せしましょうか。よいしょ。よっと。これちょっと一部だけお見せしますが、これがですね、1896年から、まあ、ずっと投資家ランキングをデータに打ち込んでいるものですが、この1896年のランキングって結構面白くてですね、宝石会社だったんですね。しかも、一番上にあるのは当時、金ヶ淵宝石という会社です。ご存知かとは思いますが、この会社は後に金坊という名前になります。で、まあ、話すことはいろいろ、あったのはご存知かと思いますが、で、基本的にはですね、その後、宝石よりも化粧品の会社になりますよね。で、というように、業種が変わっていくわけです。で、これもですね、この辺はまだそれでも、なんとなくわかるんですが、王子製紙なんかですね、下の方に行くと、だんだんわからなくなってくるんですね。この辺ですね、日本整備制度というものだと思うんですが、一体これ何の会社なんだろうなと、私は思ったんですね、昔。というような、ものがですね、1896年となっているんです。ですので、1896年の100社、あるいは1955年の100社、そして1980年の100社、そして2013年の100社なんですね。おそらく全部意味が違います。それを同じ基準としてやってしまっていいのかというのはですね、ちょっと問題があるわけです。そこでです。別な方法を考えてみましょう。もう他にですね、会社の寿命を測定する方法はないだろうか。ということを考えています。で、私が思いついたというかですね、まあ、これはありかなと思ったのが、東証一部上場企業だけ見てみる。で、東証一部上場企業だけ見て、東証一部上場企業が上場している期間を見たらどうなるかというのをですね、考えていました。このアイデアのきっかけは実は下の階段にある、これ、半ば実話なんだけども、私の、まあ、誰かに言ったら、身内がですね、とある、東証一部上場企業に、就職した際の話でして、私のおばがですね、それのことに向かって私の母に言った言葉がこんなんでして、あ、東証一部に就職できたのね、よかったわねって言われたんですね。で、この感覚は多分皆さん、なんとなくお分かりいただけるんじゃないでしょうか。東証一部上場企業に就職できたらよかったねってなるわけです。つまり、東証一部上場企業というものは、その良い企業の代名詞だったわけです。で、今も良い企業の代名詞であり続けているわけです。ということで、良い企業であり続けている期間みたいなものとして、東証一部上場企業の上場期間というものをですね、捉えてみましょう。とすると、東証一部上場企業というものの上場してられる期間というのをですね、使ってみようというのがですね、この話でございます。で、東京証券取引所というものはですね、1949年になんてありました。戦前にはですね、東京株式取引所というちょっと別な取引所があったんですけども、あるいは他にもありますが、で、まあそれはちょっと、置いておきまして、まあ戦後の東京証券取引所以降の、企業だけを見てみましょう。で、およそですね、戦後49年以降に上場した会社というのは1800社ちょいになります。で、それに対してですね、まあちょっと統計手法、時間ヒストリー分析とかですね、生存時間解析と呼ばれる手法がありまして、この手法を使って分析しています。で、この手法をこれでいくとですね、なんかこう、すごいこう、もどもどしいもののように聞こえるのですが、この手法自体のアイデアは割と単純でして、生まれてから何年経ったらどれぐらいの会社が生き残るんだろうということを考えてみるための手法です。アイデアは割と簡単になります。で、そのパターンを書いてみましょうというのがですね、まあ、ここで約次の話になります。で、結論も、統計の飛ばす結論ですが、これがですね、
環境変化とかちょっとあまり考えてないんですけども、今までの1949年以降に上場した会社をのデータをもとに、大体平均的に見て、上場してから何年経つと、どれぐらいの会社がですね、倒産したりもせず、その、どっか行っちゃったりもせず、東証一部にずっといられるのかというですね、パーセンテージを表したものがこの表になります。で、先ほどからすっかり説明を忘れておりましたが、お手元にですね、一応レジュメのようなものを配布させていただいております。で、見にくい方はですね、こちらの方をご覧ください。ちょっと文字が小さくなって大変恐縮ではございますが、一応お手元の方にも見られるようにしてございます。で、こちらの方を見ていただくと分かりやすいのですけれども、このパターンを見ますとですね、大体40年経ったのにですね、7割5分ぐらいの会社が、上場を継続し続けるという計算になります。つまり、上場してからですね、40年経っても、25% ぐらいしか、どっか行っちゃないんですね。75% です。ちゃんとそこにあり続けるんです。で、これですね、端っこは切れておりまして、これだけ見ますとですね、平均的にどれぐらいの期間がこうやって伸ばしていかないといけないんです、これ、本当は。わからないんですね。で、仕方がないので、これにですね、どういうふうにこの先が伸びているかというのをですね、いくつかのパターンを当てはめています。で、この分なんとか分布といっているものがパターンの名前でして、あまりこの中身は重要ではございませんが、いくつかパターンを当てはめますと、ちょっと違う数値ですが、大体同じような数値が出てきまして、大体、その上場期間というのの平均的な値、これ、いわゆる平均とは少し違うものを使っています。中央値、あるいはメディアンと言われるものを使いまして、平均値ってちょっとこの場合、値がおかしくなってしまうんですね。なので、平均値ではなくてメディアンというものを使っておりますが、平均的な値です。というものを見てみますとですね、パターンによって若干推定が違うんですが、大体100年を超えるんですね。つまり、これが意味していることは何かと言いますと、実は日本の企業、ごめんなさい、日本の東証一部上場企業のような大企業の寿命、ここで言っている寿命は短くなっています。この話をすぐにいたしますが、短くなっていることはちょっと頭に入れておいていただけますでしょうか。ただ、平均的なパターンは変わっておりません。東証一部上場企業についてみれば、その寿命、東証一部に上場し続けられる期間というものは100年を超えます。で、これでですね、話が全く変わるわけですよ。先ほど会社の寿命が30年というお話をしたわけですけれども、会社の寿命が30年という話とですね、ちょっと同じ定義じゃないですけど、会社の寿命が100年を超えるというのはですね、意味が全然違いまして、会社の寿命が30年であればですね、その30年であることをよく前提として私たちは動かなくてはなりません。私たちがもしこの30年というのをですね、真面目に文面通りに捉えるとしますと、私たちがどこかの会社に入社した時点で、この会社からはもう、いずれ衰えてしまうかもしれない。で、そのことを、いわば前提として、場合によってはですね、次の就職を考えなきゃいけないとか、あるいは、自分で会社を起こさなきゃいけないとか、そのために技能を身につけるとか、というように、そのことを前提として私たちは行動する必要が出てきます。ところが、会社の寿命が100年ということになりますとですね、あるいは100年を超えるということになりますと、私が会社にいる日はですね、多分この会社は大丈夫だということなんです。私が東大にいるうちはですね、東京大学に大きな問題がないな、ないといいなと思ってるんですけど、それは別の問題といたしましてですね、100年を超えるということになればですね、それほど心配することになるわけです。となりますと、逆にですね、私たちは会社というものがずっと存在し続けるということを要は前提として、それこそ谷口先生のヒューリスティックスではありませんけれども、認知的にはですね、ずっと存在し続けることを、一つのですね、認知的なショートカットのようなものを前提として考えて、それに基づいて行動することができます。で、その意味で前提が全く異なってくるわけです。で、これはもう先ほど申しましたが、分布の形というのはですね、ありません。で、平均値は実はかなりばらついてしまうんですけれども、100年前後、あるいはそれ以上になります、ということになります。で、
ちょっと先ほど説明をすべきことで、ポイントで説明しなかったんですが、これ中小企業のデータとはですね、随分下がります。これあんまりこうちょうど比較できるようなデータがないのですけれども、例えばですね、中小企業白書というものが、事業所という単位、これは企業ではなくて、あるその具体的にビジネスをやっている塊なんですけれども、その単位で大体どれぐらいの期間ですね、存続するかというのをですね、計算しています。で、それを見ますとですね、まあ、これまた中央値から使うとですね、およそ6年、5、6年です。最近もちょっと伸びてるのがあるんですが、大体大きく変わらないとするとですね、10年になったんだけど、ということになります。業種によって大きくばらつくんですか、ただし。なので、これが平均的な値といっても、いくつか変化はします。差はありますが、大体10年より長いことはあんまりないと思います。で、ちょっと前にですね、社会学の先生がやられたデータで、神奈川県内のですね、2つの産業について、存続期間を見ると、2年と3年なんですね。これはちょっと短いデータかもしれませんが、あんまり長くないんです。次にアメリカのデータもちょっと見てみますが、アメリカですもこれ、かなりばらつきがありますが、短いと1年なんていうデータもあるんですけども、せいぜい長くても10年ちょっとです。ですので、大企業と言われるものはですね、中小企業とはちょっと違っていまして、中小企業の方が短いんですね。で、これはですね、中小企業が平均的に見て短いと言っているだけで、いわゆる中小企業の中に非常に優れて寿命が長い企業があることを否定してもなんらありません。あくまで全体的な傾向で見た場合には、いわゆる大企業に比べて、いわゆる中小企業は短いわけです。で、先ほどのちょっと話の続きに戻ってあります。その会社の寿命が長いっていうのはですね、一体何の意味があるのかということが、今日お話した最後の話題にして、先ほどちらっと申しましたが、会社の寿命が長いということはですね、その会社の寿命が長いということを、あるいはそのような認識を前提として持つことができる。逆に、会社の寿命がもし短いのであれば、短いことを前提として動かざるを得ないわけです。その意味において、会社の寿命が長いということ、あるいは短いということは、そのことを前提として人々が動く。そして、人々を取り巻く仕組み、制度といったものも、またそのことを前提として動きます。つまり、会社がですね、特に例えば大企業が長く生き残るのであれば、大企業が長く生き残ることを前提として仕組みを作ってしまいます。まあ、これちょっと本当のこと言うと間違いな部分がありまして、ひょっとしたら取れるかもしれないんですよ。だけど、とりあえずまあ大体生き残るじゃんということになれば、そのことを前提とした仕組みというのが出来上がっていきます。で、それがですね、例えば長期雇用であったり、企業年金等になるということになります。例えば、長期雇用の例で言うならば、会社、特に大企業がですね、長く続くということを、いわば前提として、長期、まあ、いわゆる終身雇用という仕組みができています。終身いるということをお互いに対して、働いている側も、雇う側も、まあ、終身、ずっと長く勤めてもらおうというふうに考えるためには、そもそも会社が長く存在しないといけないわけです。もしこの会社あと10年で潰れますっていう会社があってですね、いや、我が社は終身雇用でありますって言ったらおかしいじゃないですか。その会社、そんな会社をどうなるかあんまり信用できないわけですよ。この会社10年でございますという時ですので。で、そのような意味で、その長期雇用、いわゆる終身雇用のという仕組みは、会社の寿命が長いことに依存しているわけです。これが1点目の話。で、それから企業年金の話ですが、企業年金というのはちょっと面白い制度でして、これ、政府がやる年金とはまた違うわけです。政府がやる年金とは、まあ、それにまあ付加する形であるというわけですが、しばしば。付加するような形で、企業というものがお金を取ってですね、それをまあ年金として使うということになっていたわけでして、しかもですね、これ皆さんの中に詳しい方がいらっしゃるかと思いますけれども、日本の企業年金ってちょっと面白い仕組みでして、取った額を個人個人別に積み立てるようなことは長い間してませんでした。そうではなくて、取った額をですね、要はその時に配分したものですね。例えば今年、年金のためのお金として、企業年金に払ったものを、今年必要な、まあ、退職されなかったから、
に支配するという仕組みだったわけです。で、これはですね、冷静に考えると変な仕組みです。変な仕組みというのは、その場合にですね、払った額と、あるいは、その来る額がですね、釣り合う保証は何もないわけですし、さらに言えば、払ったは払ったんだけど、その企業年金がなくなっちゃいましたって言ったら、もっと戻ってこないじゃないですか。という意味において、この企業年金という仕組みはですね、そのずっと長く、受け取って払ってということを繰り返すということが要は前提になっています。そうでないと、この企業年金を今言ったような仕組みで動かすことができないわけです。ですが、日本の企業というものは、特に大企業というものは、長く続いていましたので、企業年金を企業単独で作る、単独設立ということは認められていましたし、その中で、その積み立てた額を支払うのではなくてですね、払ったものを本としての支払いに充てるということも認められていました。というように、日本の企業年金の仕組みは、その例えば大企業の場合で見れば、大企業の寿命の長さにある程度応じて作られたわけです。あるいはですね、日本企業でよくあると言われている長期安定取引という慣習があると言われているわけですが、長期安定的な取引、つまり取引先をあまり変えずにですね、ずっとお互いやっていこうよということをお互いになんとなく合意できるためにはですね、お互いそれなりに長く存続するということがなくてはいけませんね。仮にこの会社はもうなんか潰れるんじゃないって話になったらですね、なかなかその会社と長期的にどうこうという話はできないわけです。というふうに考えてみますと、会社の寿命というのは長いことによってですね、その長さを前提とした形で社会の仕組みが作られていくという側面があるわけです。で、そう考えてみますとですね、実は最近、ある意味その危険とも言うべき現象が起こっています。というのは、会社の寿命がですね、短くなっていくという現象です。特に大企業の寿命の話をしています。で、これがですね、なんとも見づらい数字表で、お手元にもお配りしているのですが、しかしこれでも見づらい。これ、大変申し訳なく思うものですけれども、これはですね、この、大雑把に言いますと、各年度のその環境、その時期において、どれぐらい、その、倒産のリスクが増したかというようなことを測定していると思ってください。そこにありますですね、中に、このちょっとでもいいですが、これハザード比というものが出ていると思います。これが、ちょっと統計的には若干不正確なんですが、大雑把に言って倒産するリスクの、倍率です、これですよね、倍率を表しています。これ1985年から89を1とした場合の倍率です。で、そう考えますとですね、戦後、またこちら側を見ていただく方が分かるかもしれませんが、戦後続報というのは非常にリスクが大きいんですね。混乱期ですので、企業も倒産しやすいわけ、上場を廃止しやすいわけです。で、ところがですね、だんだん下がっていきますと、上がったり下がったりしますが、で、この時期、80年代に入りますとですね、こんなに大きな問題はないわけです。0.64 とかになりますので、非常に倒産リスクが低くなります。ところが、90年代の後半に至りますと、これですかね、倒産リスクが上がってきてですね、2000代に入るとさらに上がってくるという現象が見て取れます。で、ちょっと今日は省略してしまいましたが、この現象実は大企業の方に特に見られます。大企業の方の、倒産のリスクというのがですね、上がっているというのが、ちょっと別の統計からも見て取れるんです。そうしますと、大企業といえばもですね、だんだん大企業の安定性というのがですね、弱まってくるわけです。で、そうしますと、先ほど言いましたように、大企業というものが、安定的に存続している、寿命が長く、ずっと存続し続けるということを前提としていった仕組みというものがですね、前提が揺らいでしまうわけです。例えば終身雇用であればですね、まさに今そうであるように、大企業といえども潰れるかもしれません。ということになれば、終身雇用だよねと言って安心してられる時代ではなくなってしまったわけです。というように、大企業における寿命が短くなるという現象が起こると、それに応じて企業の仕組み、企業を取り巻く仕組みというものも変えていかなくてはならないと思います。あるいは、その取り巻く仕組み自体が、の基盤が揺らいでしまうという現象が起こります。で、
ところがですね、その面白い現象がございます。これはですね、日本生産性本部というところが、毎年新入社員にアンケートを取っているアンケートの結果です。で、この新入社員というのはですね、そう言いますと生産性本部というところの研修を受けている会社の正社員なので、ちょっとその大企業のバイアスがかかっていると思うんですが、大企業の方に持っていただきたいと思います。で、この中にですね、面白い質問項目がありまして、今の会社に一生勤めるつもりであるというのと、チャンスがあれば転職してもいいと考える人の割合というのをですね、取っています。で、そうしますと、こっちの赤い線の方がですね、今の会社に一生勤めようと思っているという人の割合、青い線の方が、チャンスがあれば転職しようと思っているという人の割合です。で、これを見ますと、先ほど言った大企業の寿命の揺らぎが発生する1990年代後半以降とか2000年前後はですね、チャンスがあれば転職しようとみんな思ったんですね。つまり、若干解釈が入りますが、この時期あんまりそのいわゆる終身雇用に期待できないと。なので、チャンスがあれば転職しようと考える人が多かったわけです。ところが、そのリスクそのものがですね、変わってるわけでは、大きくは変わってるわけではないと思うんですが、だんだんですね、やっぱりこの会社に一生いようと思う人が増えていきまして、昨年度の、アンケートでですね、なんと6割の新入社員がこの会社に続けようということをふうに回答していました。で、これをどう解釈するかというと結構難しいところでして、企業の寿命を伸びているというのはちょっと考えにくいところですので、どちらかというとですね、人々の、考え方そのものが少し変化しているというふうに考えた方がいいのかと思っています。つまり、今までは会社の寿命というものが、長いことを前提として、終身雇用を考えていたわけですし、それが揺らいでしまうとですね、じゃあ転職しようとなったわけです。しかし、そういう状況がですね、しばらく続くと、今度は、その、終身雇用が期待できるような大企業に入ること自体がですね、一つの、ラッキーというかですね、いいことなわけです。ひょっとすると終身雇用をそのまま居続けられるかもしれない。だから、基本的には、もし可能であるならば、終身雇用の、維持できるような大企業に入って、そのままずっといたいんだけどと。一方で、じゃあそれがその中でね、チャンスを失うというはずなんで、そのことを確保しながら、その中で、海外に出たりしながら、その検証していこうと。自分の磨いていこうというような形になっているというふうに考えた方がいいんじゃないかと思います。ということでですね、大体、ちょっと時間が、ね、新聞残ってますが、でここら辺笑わせていただこうと思ってますけれども、会社の寿命という話はですね、一つの会社単位の話でもあるわけですけれども、その一方で、会社の寿命というものが、それを取り巻く制度にさまざまな影響があります。で、そのこととですね、会社の寿命、単独の会社の寿命 と両方で、少し見ていくということは、割とですね、日本の社会を考えていくと重要なのではないかと思っていますので、どうもご清聴ありがとうございました。